はい、こんにちは。いやー、朝晩ね、寒くなってきて、朝晩本当に寒ーって感じですけどね。もうね、さすがに11月になると、防寒対策、ぼちぼち考えなくちゃなんないのでね、今日は防寒対策について、レモン栽培始め用の防寒対策かーって感じでね、お送りしますんで、よろしかったらご覧ください。どうぞ。今日は防寒対策、防寒対策ってどうすればいいのみたいなね。一番いいのはね、部屋の中に入れちゃえばいいんですよ。一番いいのは部屋の中に入れちゃえばいいんですけども、なかなかお部屋に入れられないと、玄関先にも入れられないと、軒先に置いとかなくちゃならないって方たちたくさんいると思います、ね、ベランダに置いとかなくちゃならないって方たちもたくさんいると思います。そういった場合にぜひともこの防寒対策やっていただくといいと思うんですよ。で、防寒対策をやる前にまずどうしたらいいか、まずね、せっかくですから、今回ね、用意しているものがこうベタ掛けシートっていう、これね、不織布なんですね。不織布、これでね、防寒対策をしていこうと思うのですが、ですよ、その前にちょっとね、木の方のね、せっかくですんでこう囲っちゃいますからね、囲っちゃう前にちょっとお手入れっていうかね、こう、いらない枝、その辺をね、不要な部分だけをちょっとつまんでおいて、また剪定とは別ですよ。剪定とは別なんで、こう、枯れた部分を切り落としておいたりね、してね、こう、ベタ掛けシート引っかからないようにとかね、その辺の考慮してのちょっとお話でやっていこうと思うんですけども、ちょっと寄せてみますか。まずね、まずこの辺なんですけども、この枯れた枝、こういった部分はね、ベタ掛けシートっていうかね、腐食かけると引っかかっちゃったりしますからね、こういうのは切っちゃっておきましょう。こういう部分は切っておいて、で、ここにもね、実がついてたんです。本来ここにも実がついたんですけども、これも落ちちゃったんでね、こういうふうにね、せっかく大きくなっても落ちるんですね。これ自然にね、生理落下しちゃうんですよ。で、こういった部分のね、木の枝の節々でね、こう枯れた部分を落としてあげて、とりあえずベタ掛けシート、腐食をかける、準備ですね。腐食をかける準備しましょう。こういった形でいますか。それとですね、足回りっていうのはおかしいですけどね、これですね、この下の部分、この辺もね、状況を見て、シートをかける前に、必ずこういらないものをね、排除しておきましょう。で、葉のところに、虫がついた状態のままね、やはりかけてしまうと、それがね、こう、広がってしまってね、なかなか薬剤かけるにまた外さなくちゃならないという部分も出てきますんでね、その辺もね、合わせて処理していくといいと思います。で、ハモグリが、絵描き虫っていうね、ハモグリがなんかは、葉っぱにこう、ね、こう筋がついて、迷路みたいな筋がつくんですけども、その辺はね、体勢に影響はないので特にやることはないと思います。虫がついてればいいのはね、最初にベタ掛けシートかける前にある程度、やっつけておいてやっつけておいてですね、やるしかないですね。でね、早速なんですけれども、よいよ。これ、この間買ったね、栃木のレモン牛乳の、ケースって、これね、ハサミ入れてるんです、今。ハサミ入れてね、こういう。するとね、ベタ掛けシートをまずかけているんですが、先ほどね、切った後、切り口ですね。これから乾燥してくる時期なんでね、あまり小さいところはね、そんなに気にならないんですけども、ちょっと大きめなところ切っちゃったなと思ったらば、これ融合剤をつけておいていただくと、乾燥しないんで、乾燥してしまうと、どうしてもね、そこの切ったところからね、まだ先に枯れが入ってしまいますからね、その辺ちょっと押さえておいてあげるのもいいかなと思います。それで、腐食布ですね、腐食布。
ね、どうしてもベタかけって言っちゃうんですけど、不織布。不織布の方を、用意していただいて、不織布をね、まずかけていくんですけど、ホチキスでいいと思います。ホチキスで。まずね、頭のところね、ホチキスで、パチンパチン止めてもらえばいいと思うんですよ。こういった形でね。以前もね、ちょっとこれお送りしたことあるんですけどもね、見てなかった方のためにね、もう一度お送りしますけども、こういった形で、ホチキスでちょっと止めてもらえばいいと。それでね、下の方行くにつれてですね、下の方は下の方で、こういうふうに、引っ張っていただいて、こちらの方もやはりホチキスで止めてもらえばいいと思います。ですね、こういった形で。でね、木のね、形によってね、こういろいろね、かけ方というかね、ありますけども、ちょっと大きめに、木の直径に対して 3.5 倍から4倍ぐらいの長さに切ってぐるーっと巻いてくださいね。で、この大事なのは下の部分、ね、それで大事なのはこの下の部分なんですけども、下の部分がこういった形でね、足りなかったとかね、いう形になると、下から寒い風がどんどん入ってしまってね、葉を傷めますし、葉が落ちたりもします。で、土の表面も乾いたりとかね、虫が入ったりもそれにしますんで、必ず鉢が被るような形、鉢が被るような形で、先ほどね、お見せしたこういう麻紐みたいなものでいいですから、これで、必ずこう、縛っておいてもらうところですね。麻紐のような紐、もしくはね、ナイロンの紐でもいいんですけども、とりあえず、この、不織布ね、不織布の下のところ、まず、ホチキスで留めていただいて、それでこういったような紐でね、しっかりとこうギュッと祝いといていただければいいと思います。よいしょ、はい、こういった形ですね。こういった形で、来年の春くらいまで置いておいていただければ。で、収穫の時はなんかね、当然外しますけどもね。で、お水は手前の部分ちょこっとね、手前の部分を開けておけば、そこからね、お水させますので、これで十分ですね。水だと思うのでね、こういった形で、まずなぜこう不織布をかけるか、当然ね、外の気温によってね、レモンがこう枯れないようにという意味合いもあるんですけど、まず風よけですね。冬の冷たい風にさらさないってことです。で、できればこの状態で、建物の軒下なんかに置いておいていただけるといいと思うんですよ。表に置いておく場合にはね。で、まず風をよけるってことが非常に重要。で、この、不織布の場合には、これね、透けてますけども、まず保湿されるということなんですよね。ある程度こう風を避けて、保湿される。それと、発芽の促進にもなるんですね。発芽の促進、その他ね、ぐっと冷えた時にこの霜が降りたりするのを防げる。そういった部分でレモンってね、どちらかというと耐寒性弱いんで、その辺をね、十分考慮して、こういったような、寒さ対策必ずしてあげてくださいね。そうすることによってね、またね、来年の3月にはね、いいレモン取れますからね。で、まだいいレモン取れますとね、こう、実がね、どんどん結実してる人もいますからね。結実してる人はね、こう、楽しみに、開けては取ってって言ってね、今日は何個取ろうかな、みたいなね。そんな形で、グリーンレモンでもいいですし、黄色くなったレモンでもいいですからね、こう収穫を楽しみにやってみてください。で、室内に置かれる場合には、あえてこういうふうに、
ね、不織布をつけることはないので、室内は室内なりの、管理の方法でやってもらえばいいと思います。今日はね、レモン栽培始めてね、始めたばっかりでね、冬越しどうしたらいいのって部分での分からない人のためにね、ちょっとお聞きしたんですけども、こういった形で、ぜひとも、防寒対策、それをね、やってみてください。よかったら、ね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、チャンネル登録していただいてね、こうコメントどんどんくださいよ。ね、いろんなことでね、困った部分はね、お話ししますし、コメントはね、全員にお返ししてるんですけどもね、よろしかったらグッドボタンもね、お願いいたします。それでは、またお会いしましょう。はい、それじゃあ、さよなら。